リバプールライムストリート駅は、イギリス中部の港町リバプールの中央駅である。リバプール中心部のライムストリートに面している。駅は1836年開業で、現役のターミナル駅としては、世界最古と言われている。リバプールマンチェスター鉄道のリバプール側の、ターミナル駅として1830年に開業した、クラウンストリート駅が不便な場所にあったため、 大体として、より便利なライムストリートに建設されたのが当駅で、ある。1867年、北側のトレインシェットが、完成。1871年にはホテルが入居する、駅舎が完成した。1879年には、南側のトレインシェットが増築され、ほぼ現在の規模になった。この駅に乗り入れる路線は、ロンドンユーストン駅を起点とする。 ウェストコースト本線の支線と、マージーレールネットワークのウィラル線である。鉄道会社は、マージーレールに加え、ノーザントレーンズ、アバンティウェストコースト、ロンドンノースウェスタンレールウェイ、トランスペナインエクスプレス、イースト、ミッドランズレールウェイ、トランスポートフォー、ウェールズレールサービスの6社が乗り入れており、主に、ノーザントレーンズが、近郊路線、その他が長距離路線を運行している。 ウィラル線のホームは地下にあるが、一方通行のループ線内にあるため、一面のみである。ありがとうございます。